皆さんこんにちは、神戸市民の淡井圭介です。2022年、11月の13日、地震についての、内容を、詳しく、説明して、そして今後行政、建築業界がどのように動かなければならないのか、これについて、最終結論出したいと思います。まず関東大震災ですが、もともと地下の資源をたくさん採掘して、地中の中が穴だらけになって大きな地震が発生しています。一斉崩落の方です。そして地下が空洞化たくさんしてしまったところに、結局地下鉄を通して石柱入れて、石柱で、地上を支えてと、まあ、そういうふうな形で物事を、動かしたのが東京都の実態です。で、そういったことは、何回か全国放送でテレビで今まで放送してきました。そしてこう近年ではそういったものが放送されなくなったので、ちょっとおかしな状況が発生しています。定義的に放送しなかったら正しい知識は身につかないでしょ。で、その内容が、大阪にもやっぱり当てはまるんですよね。地下鉄等が多重層になってるところ、そういったところに関してはやはり無理があります。阪神・淡路大震災の件に関して、神戸電鉄や地下鉄が多重層になってないから、なんとかなった方なんです。そんなにたくさん層がなかったのと、あと、新海地から JR 神戸駅まで、地下の通路があるんですけども、人間が歩ける。そこも、大きな被害等がなかったのが、後から冷静に考えたら、阪神淡路大震災に関しては、5時47分に発生してますから、まず車が通ってないんです。で、その地下道の上が道路なんです。車はほとんど走ってないから、軽かったからなんとかなってるだけで、東京都で私は何回も警告しました。経団連の方や政府の方を通して。で、大きな建物を建てると、もともと12階建てぐらいで良かったんです。それを50階を超えるようなビルを、まあ30階を超えるようなビルをたくさん作ってしまった。東日本大震災が発生した時に、そういったビルがどういう風な状況になってたか、東日本大震災のあの仙台のあたりで震度6ですよ。千葉県や東京都では震度6じゃありませんからね。どう考えても震度5の、まあ今日もないんじゃないかなという状況ですよ。それで大きなビルがずーっと何分間にもわたって横揺れずーっと揺れてるでしょ。あれなぜそうなるかって言ったら、作ってる建築業界も計算づくでそう作ってるんです。力を逃がさなかったら折れるんです。工業の世界、私は工業高校出身なんですけども、高度難度がありまして、柔軟性もある程度混ぜてなかったら、へし折れるんです。金属も。ボキッと。針金をずーっと、こう、針金を一回曲げて、反対側に曲げて、これを繰り返していったら、折れてちぎれますよね。それと同じなんです。だから私が警告しているのは、人口が少子化になっているのになぜ東京都で大きな建物を建てなきゃなんないんですかっていうことですよ。余計な仕事をたくさん増やしてるからですよ。増やしてるからですよ。仕事してるふりの人たち。170番見たらわかります？私のホームページ、淡井圭介の履歴の170番。IT 化が進んだところなんて仕事してるふりの人たちが多すぎる。だからその辺のところで、IT 化が進みすぎて、その説明でオペレーターがたくさん必要になると。で、各窓口を振り分けると。電話かけても、もう全部0120に、しなきゃなんないですよ。携帯電話でも、今、通話料が、かけ放題のプラン、手頃な金額になってましたけども、昔は高かったんですよ。で、8000円かけ放題と言いつつ、容量を増えたら、通話時間増えたら、さらにお金を求めてきてましたから。こんな無茶苦茶な世界はないと。エコロジー化を目指して資源を大事に使うために固定電話がなくなっても携帯電話の話だったんですよ。体積狭いでしょ？で、携帯電話で今じゃインターネットでアクセスできますから、いろいろ調べこと、調べたりできます。人口がどれぐらいだとか、少子高齢化、まあ、ご老人の方がどれぐらい増えたのか、65歳以上の方たちが。で、年金が支給される額が平成12年から、
厚生年金や国民年金が65歳以上になってからの支給になったじゃないですか。で、国民年金基金に関しては60歳からの受け取りのパターンなどもありますが、まあ月々の支払い額は減ったりします。かけてる金額に応じてなんです。まあ GPIF とかああいう風なところが、まあ集まった年金のお金とかを株の投資とかに回して、売買等で大きな利益を上げて、実際上げてます。あれは2022年だったか2021年だったか忘れましたけども、4ヶ月ほどで12兆何千億円の売り上げを上げてます。ただし、負けてる時もありますからね。負けてるというのはマイナスの時です。売買失敗してある程度損失を出している期間もあります。だからそこで総合的に見て大きく超単位の利益を上げれてるかどうかで皆さんの年金が確保できるかどうかの話にもつながってくるんです。これが実体経済です。で、ちょっと地震についてから、話がずれ込んでしまいましたけども、まあ私も京都の方の、甘露寺というお寺を目指して歩いたことがありまして、まあ途中でバスに乗りましたけども、途中まで歩きました。それまでの道中で、山を削っている。そういった光景を見たことあるんですよ。結局一本物の石柱を作ろうと思ったら、大きな山を一本化で削らなきゃなんないでしょ。石をつなぎ合わせるわけにはいきませんから。そんなことしたら強度落ちますから。一本物の石柱を作ろうと思ったら、それだけの、長さの一本物の石、から削り出すしかないと。だからその運ぶ時の重さも相当な重さになるでしょうし、運搬がまず危険ですよね。だから東京都で行っていることを何から物事を分析して、解消していけばいいのか。まず余計な仕事を増やさない。170番見たらわかります。出勤する必要のない人間が多すぎます。で、出勤する人数が減るということは、電車が空いたり、それだけ、ラッシュの時間帯が、回避できたり、車で通勤してる人が減ったりと。まあそういうふうな形で、エネルギーの残存量問題の解決に一役買いますよね。出勤する人が減りますから。それによって、本当の事業実態の企業の人数が、算出して、基本給が本当に適正かどうかが物事が見れるんです。人材派遣会社の人間を通して山ほど人雇って国からお金が入り込んできたから仕事が舞い込んできたからといって事業規模を拡大したような形に見せかけて雇用者数の数を増やして44番台かな。そのあたりと見たらわかります。厚生年金の算定表とか、いろんなもの、賃金の算定表、事業規模によってとか、いろいろ載せてますから。それで実態わかりますから。工場長見てみなさい。年齢、大卒も高卒も変わりませんよ。当たり前ですよ。大学なんかで4年間学んでる間に高卒の人間が現場で4年間学んだらどちらの方が実力つくか。現場に先入った人間の方が実力つきますよ。後から大卒の人間が敬語ですよ。物事を教えてもらわなきゃなんないから。ね？東大での出身が結局原発村、原子力発電村を作ってたと、まあ村というような言い方をしますけども、結局原子力機構だとか、そういったところを結局東大での出身の工業高校出身の人たちが、多くの割合を占めてたんでしょ？で、そんな人たちが、ウラン鉱の残存量が大してなんのに、ないのに、愛媛県で原発作っちゃったんでしょ？そのレベルなんですよ。だから、世界で東大ランキングに関してなんですけども、40位になったんですよ。全然世の中のこと分かってないと。カリ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 勉強してただけだと。鉛筆で書いて。で、私が世界に対してお願いしたんです。世界中の経済、為替相場から原油価格から何から何まで、私の提供する情報等で動きますから。事業計画等にもよって、請求するパーセンテージ等にもよって、状況を詳しく伝えることにもよって、それによって河川水門開閉式ダム発電が早く進むな、地下水流トンネル発電とか進むなとかいろいろあるんですよ。電波の仕組みがあるでしょ。下手に手をつけたら、未来から見た人たちが実態を暴いて、その人たちに対して法律を持って注意しますか。電波での攻撃が始まります。人間がしなくてもコンピューターがオートで行ってるんじゃないかという部分も見受けられます。ですから他国の人たちもおろそかに手をつけれない。こういった状況が発生してます。
これが今の現状の事実なんです。とにかくお金の供給を早く法律上に淡井圭介に流さなきゃなんない。それを調べないことによって、ホームページを読まないことによって、逃げ回ることによって、待ったをかけている人たちが多すぎます。請求のところ見たらわかります。あとスポーツ業界も同じですからね。権利もですから 2.5% ですよ。私の請求する金額は。そういったところで、結局金メダル1個あたり、売却すれば500万円以上は硬いですから。だから、まあ、その年その年によってメダルのグラムも確か固定されてたはずなんですけども、そこをもし動かしていたり、世界選手権だからグラムが違うとかだったら、やっぱり内容変わってきますから。まあ、その辺のところで、まあ、物事を大きく勘違いされている人たちが存在する。そこまでの知識がないがゆえに。まあ、その辺のところでね、まあ、ゲーム業界もそうですけども、それによって多くのお金が入ってきたときに、私がどう行動するかと言いますと、まず自分の人生を固めます。まあ、年金とかしっかりと先々の分かけて、固めます。で、まあ、結婚相手が決まれば、住む場所が決まるから、家を買ったりする方にお金を回しますよね。で、それ以外のお金で、自分からの自己、発注もしくは申請等によって、河川水門開閉式ダム発電をまず効率よく、作っていくと。発電効率ですよ。まあ投資するお金ですから、そのももう何年もかけないと回収できませんから、私もう45歳ですよ。もう本当に回収できるかどうかわかんないお金になってきます。アメリカのジョー・バイデンさん、名前を見たらわかると思いますけども、バイデン、一般人の民間企業がいろんな自然再生可能エネルギーに投資を行って電気を売れるような形にしなかったら、結局誰も投資し始めないし、自然再生可能エネルギーの適正な金額は出てこないんですよ。公務員の人たちと、仕事してしまうと。みんなのかき集めてきた税金をどん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 かき集めようとしますから。わかります?消費税上がっていったでしょ?で、消費税が下がる根拠、上がる根拠っていうのはあるんです。消費税に関しては、消費をしてしまったから消費税が上がってるんです。たくさんスタジアムを作ったりしてるから消費税が上がってるんです。サッカー界なんか全部、国民の持ち物ですからね。みんなの税金で、サッカーしてた、仕事にしてた。それによって、契約金とか全部表に開示しなきゃなんない。あるんだったら。で、もともと大赤字の世界です。サッカー業界はね。全部本当は球場を自分たちの、保有物にして、土地も含めてそうです。人がたくさん集まってきたら、明石歩道橋のような事件が昔ありましたから、将棋倒しに人がなって危険性が高まりますから、それによってという部分がありますので、広い遊歩道を確保しなきゃなりませんと。これはもう判例で出てるんです。判決で出てるんです。これが司法の世界。法律の世界があって、その次司法の世界。司法の世界というものが判決の世界なんです。裁判所で裁判官が確定した物事なんです。そうそうその物事を動かすことなんてできないんです。だから各スタジアムを各会社の持ち物にして、球団の持ち物にして、固定資産税払いなさいよという話なんです。本当はサッカー界なんて稼げないんです。年間の入場者の売り上げだけで見ると、20億円に1位の球団とかたくさんお客さんが入ってる球団で、たどり着けるかどうかなんです。19億円とかなんです、入場料が。試合数見たらわかります。野球界がなぜ年間130試合もしてるか、それぐらい試合してるか。そうしなきゃ元取れないからなんですよ。で、もともと電鉄会社と一体化してたでしょ?西武ライオンズだったら西武鉄道、阪神タイガースだったら阪神阪急ホールディングス、両方の鉄道。要するに甲子園試合終わった後、お客さんが電車乗って帰っていくでしょ?それによって、1日の電車での売り上げが500万円ぐらいはあるんです。大体ですけども、これはお客さんがペナントレースで優勝争いしてるしてないでお客さんの入場者数が全然変わりますから。だからそういう風な形で、で、読売ジャイアンツは東京ドームあれだけ民間の、テレビ局として一番最初に日本テレビ放送網株式会社というものができて、電波によって力の奪い合いを多分してます。それがなかったら100年も歴史のある中で東京ジャイアンツだけ読売ジャイアンツだけ最下位になったことがないこの現象を誰が説明できます?地方からの搾取です。力の。
許しません、そんなこと法律の世界では。ちゃんと再開行きなさいですよ、読売ジャイアンツ。ちょっと厳しいことぐらい国内のことですか、言いますよ。そうじゃなかったら釣り合い取れない。そうじゃなかったらお金の偏りが発生してしまいます。東京都の方に全国放送がある限り、東京都の読売ジャイアンツに放映権があって、そこにお金が集まってくるでしょ。そんな無茶な内容許しませんよ。これが、私が二十歳ぐらいの頃、1998年かな。それぐらいの頃が私が1997年か8年、それぐらいの頃が私が二十歳になった年齢なんですけども、それぐらいの頃から、未来からの淡井圭介の声を聞いて、状況を聞いて、多くの当時の総理や、国会議員の方たち、その後知事になられる方たち、その後、国会議員になられる方たちが会いに来てます。で、皇室の方たちが正式に会いに来られています。そこからのつながりです。そして海外でこれから先、出世される方たち、例えば中国だったら、王毅外相っておられますよね。あの方も僕が二十歳過ぎのフルーツラーパークで勤務してる時に会いに来られてます、王毅さん。で、もしかしたらプーチンさんもそうかもしれないし、習近平国家主席もそうかもしれない。そこは人間性や、信頼性で、まあ、任期を中国の方では、習近平国家主席に伸ばしてもらったり、プーチン大統領に、まあ、ちょっとだけ任期伸ばしてもらえますかと、あの話が通りやすい、通りにくいがありますから、テレビ局はフェイクニュースなんか放送しなかった。よかっただけ、裁判所も真実が全て、本当のことだけ世界に放送すればよかったんです。ニュースに関してです。そうすれば本当のことが分かりますか。とにかく東京都や大阪、神戸含めてそうですけれども、日本全国少子化ですから、ビルなんかもう作らないでください。特にオフィスビル、何か事業を起こすんだったら空いてるビル使えばいいんです。その都度その都度引っ越しすりゃいいんです。これだけ答えは簡単なんです。以上です。本当に東京都で大きな建物を建てないでください。石柱へし折れるかもしれませんよ。何回も建設業界の人たちに聞いてますから。いや、私たちもわからないと、そんなこと。そんなもの、上に乗ってる建物にどれぐらい人が入っていて、何千トンあるかなんて、そんなことわかんないと。だって、入れてる家具とか、まあ、パソコンとか、その台数とかによって重さ変わってくるでしょ？働いてる人の人数とかも。それも、売上によって働いてる人数、出勤する人数の数が変わったりするから、そんなこと算出できないと。結局、これが答えなんです。だからとにかく大きな建物を建てないこと。で、老朽化した建物は早く冬場のうちに解体すること。これが大原則です。これが地震を発生させないことにつながってきます。あとはその解体した瓦礫で多くの空洞を植え込んでいく。ドラゴンヘッドっていう漫画は昔あったでしょ。変な終わり方した内容。火山の噴火が何かわけわかんない形で結局大きな穴が開いてるまま、結局漫画は終わってるでしょ。あれ何かって言ったら一斉崩落、資源の採掘をずっとしてたらどうせ一斉崩落が始まって最後地面の底抜けますよって、そういうお話です。これが本当の話です。どうも、ご清聴ありがとうございました。淡井圭介から、地震についてです。皆さんいろいろとお勉強してください。よろしくお願いします。テレビの放送はだいぶ嘘まじいですので、それは別に、淡井圭介よりニュースについてでお話しいたします。